どうもこんにちは、今回はですねちょっとあんまり明るい話じゃないんですけども、いろんなニュースでですね見た人もいるんじゃないでしょうか、女性がですね一人でキャンプをしていて怖い思いをしたというニュースですね。これに関してはですねヤフークリエイターズで記事を書かせてもらったりもしたんですが、ツイッターとインスタグラムにもですね、同様の注意喚起のようなものを挙げています。このニュースをですね知らないという方のためにちょっとだけ説明するとですね、ヤフーニュースに載ってるんですが、ある女性キャンパーがですねソロキャンプ中に、性被害に遭いそうになったという内容のツイッターをですね投稿された方がいたらしくて、それで波紋が広がっていると。ここからですねちょっと文章を読ませていただくんですが、投稿によると女性はキャンプ場でソロキャンプ中たまたま居合わせた男性から火起こしの手伝いを頼まれ、それに応じたところテント内から現れたもう一人の男性にテントの中に引きずり込まれそうになったという。当時キャンプ場の管理人は不在で、運よく近くにいた自動販売機の補充業者が女性の悲鳴に気づき、その後警察に通報、かろうじて難を逃れたというと。この一連の投稿があったらしくて、それはですね、個人特定のリスクなどの理由からすでに削除されているが、投稿当初から拡散され話題となったと。でこれに関してはですねツイートがもう削除されているということなので、この文章からですね察するしかないんですけども、あくまでですねネットの情報、ツイートによるものなので、これがですね真実なのか真実ではないのか、それはちょっと置いといてですね、こういったことは結構あったりするのかなと思ったりします。今までねこういったニュース、何度か見かけましたし、ツイッターでもですねちょっと嫌な目にあったみたいな、方の投稿も見たことがあります。とりあえずですねこのツイートをされた方、ご無事でなるよりというところがまず第一なんですけども、100% ですねこういったことっていうのは加害者が絶対悪いと、それはもう大前提です。大前提なんだけど、ちょっとね僕なりに思うところがあったので、今回はそのお話をしたいなと思います。概要欄の方にですね、僕が書いた記事も貼っておきますので、詳しくはねそちらを読んでいただければと思うんですけども、このニュースに関してはですねいろいろなこう意見が流れてました。主にですね、そんなことするやつは許せないという意見が多くてですね、それはもう当然なんですけども、今回ね、主にお話ししたいと思うのが、自衛です。自分を守るための行動。僕はですね、これが一番大事だと思ってまして、これはね、男性、女性関係なく、女性の方がやっぱり被害に遭う可能性高いと思うので、特に女性はという話になってしまうとは思うんですけども、何かしらのですね、被害に遭わないようにするための方法っていうのはもうこれしかないと思います。そもそもですねキャンプ場だから危険なのかという話になると、そんなことはなくてですね、例えば普段の生活の中で買い物に出かけるために街に行きました、そういう時もですね必ず警戒ってすると思うんですよね。変な人がいそうだったらそこには近づかないとか、明らかに変な人がいるなと思ったら違うところに行くとか、そういったね自衛ってすると思います。普通の生活であればですね周りにも人がいたりとかっていうことがあるので、助けを呼んだりっていうこともできると思います。ただキャンプ場の場合は管理人さんが不在だったりとか、そもそも人が少なかったり人がいなかったりとかする場合もあります。だから本来は男女問わずなんですが、普段以上にですね警戒して自衛しなきゃいけないというふうに僕は思ってます。でこれに関してはですね、もう人が怖いというだけではなくて、人があまりにいないとですね野生動物が出てきたりもするので、それもやっぱり怖いですよね。前はですね僕はある県のキャンプ場に行ったんですけども、そこの場所はですね使う前に役場に申請をしなきゃいけなくて、役場でまず行ったんですよ。そしたらですねそこの受付の人に、キャンプ場使うのと、でもあのキャンプ場ね先週クマが出たからね気をつけてねみたいなこと言われたんですよね。でそれでもう僕ドン引きしまして、いやそんなんできないだろうと思って、もうそのまんまですね、やっぱりやめときますって言って帰ったことがあります。でこれも自衛ですよね。例えば座って言われてるのに人が少ないからっていう理由でそこでキャンプをしました、クマが出ました、襲われました、これはもう自分の責任だと思います。やっぱりいろんなパターンを考えて自分の身は自分で守るっていうので、まず第一に考えないといけないなと思います。で今のお話はですね動物が怖いでしたけど、やっぱりね人間が怖いということも絶対あると思います。で人間が怖いっていうのはですね、女性だけではなくて男女問わずっていう話になるんですが、例えばキャンプ場に行ったりとかすると、料理をするためにですね包丁とかナイフとか絶対刃物は持ってます。でテントもですね一応ファスナー閉まりますけど、ファスナー閉まるだけなんで防御力みたいなところで言ったらほぼゼロに近いと思います。
まあ、人が多いキャンプ場であればですね、何かあった時に助けてくれる人もいるかもしれませんが、自分と知らない誰か一人ぐらいしかいないっていう場合はですね、やっぱりね、申し訳ないんですが、少なからず警戒しないといけないなと思ってます。それはね、キャンプするたんびにですね、毎回頭の隅にね、少しだけは絶対あるんですよね。そういった警戒心がないとですね、今回のニュースのようなことは、まあ、起こり得るのかなと思います。まあ、当然ですね、この方の親切心というのはすごくいいことだと思いますし、まあそれをね、悪用するっていうのがね、やっぱり一番許せないところではあるんですが、まあ、それでもやっぱり警戒することは必要だろうと思います。でよく言われるのがですね、防犯のためにテントにこう南京錠をつけましょうとか、防犯ブザー持ってましょうっていうことをね、言われたりとかすると思うんですが、僕はですね、ほぼ役に立たないと思うんですよね。っていうのもさっきお話しした通り、必ずね、刃物持ってます、みんな。だから南京錠で鍵をかけようが、テントをね、ナイフで破られたりとかしたらもうおしまいなんですよね。でまあ、そんなナイフでですね、テントを切ったりするようなやつなんかいないよという人もいるかもしれないんですが、そんなやついないよというようなやつがですね、今回のニュースでは現れているので、やっぱりね、考えた方がいいと思うんですよね。なので例えば南京錠とかね、鍵をかけるっていうのは、まあ、少しは有効なのかもしれませんが、あまりにね、それに頼ってしまうとちょっと危険かなと思います。で次にですね、防犯ブザー。防犯ブザーに関しては、例えばね、ポケットの中とかにずっと入れといたりすれば、まあ意味があるのかもしれないんですが、じゃあその防犯ブザーをですね、自分のテントの中の、まあ見えるようなところに置いとくとか、まあそういったことをした場合にですね、相手のテントの中に連れ込まれそうになっているので、もしですね、防犯ブザーを持ってたとしても、あまり意味をなしてないなと思います。で、さらに言うと、今回のニュースで言えば、管理人さんがいなくて、自動販売機の業者がいたのかな。まあ文面から察するしかないんですけども、その被害に遭われた方と、まあその加害者の2人しかいないような状況だと思うので、まあそんな状態でですね、他に誰もいないのに防犯ブザーが鳴っても、これも全く意味がないということになると思いますので、これもですね、防犯ブザーに頼りきりになってしまうのはちょっと危険なのかなと思います。まあなんかこう話をしててですね、こうダメ出しをしてるだけに聞こえるかもしれないんですが、まあ一応そういう可能性もあるよっていう話で、今話をしてます。じゃあどうすればいいのかという話になると思うんですが、もうとにかくですね、安心できる状況を作る、これしかないのかなと思います。ヤフークリエイターズのですね、記事にも書かせていただいたんですが、まあ方法としてはね、簡単に言えば6個くらいあるのかなと思います。まず1つは人の多いキャンプ場に行く。やっぱり今回のニュースを見るとですね、人が極端に少ないがゆえに起こったことということも言えるのかなと思いますので、人が多いキャンプ場、そういうところであればですね、まあ、そういった変なことをする人も少ないのかなと思うので、まあ、なるべく人の多いところに行くというのがいいのかなと思います。で2番目にですね、なるべく管理棟に近いところを確保する。これに関してはですね、管理人さんがいるということが前提にはなるんですけども、やっぱりね、何かあった時にこう助けを求めたりするのはキャンプ場の関係者の人が一番いいと思うので、まあ、そういった意味でもですね、管理棟に近いところを確保するというのはいいのかなと思います。で3番目にですね、管理人さんが常駐しているキャンプ場を選ぶ。意外とね、これが難しいのかなと思うんですが、まあ、やっぱり管理人さんが常駐していると安心感も違うのかなと思います。ちょっと常駐するっていうのはですね、難しいのかもしれないんですが、まあ、キャンプ場側も何かしらこう女性がいるときは配慮するっていうことをしてもいいのかなと思います。で4番目がですね、レディースデーみたいなところがある場所もあるので、まあ、そういう日に行くというのも手かなと思います。先日ですね、僕行った山口県の修善寺ハウスというところはですね、女子キャンプデーというのを設けてまして、そのキャンプ場はですね、ご夫婦でやられているところだったんですけども、その日に限ってはですね、旦那さんも、自分は男性だからということで、違うところにね、キャンプしに行ったりするそうです。なので管理人さんも含めて完璧に女性しかいないという日を設けてたりとかするので、まあ、そういうね、キャンプ場側の努力っていうのもね、いいんじゃないかなと思いました。そういうところが増えるとまあいいんですけど、まあ難しいのかな。で5番目がですね、声かけがうざいなと思ったらはっきりと断る。これもね、ちょっと難しいかもしれないんですけども、やっぱりその話しかけてほしくないオーラを出すとか、なんかそういったことはね、絶対必要かなと思います。かといってね、そのオーラに気づかない鈍感な人もいるとは思うんですけども、まあ、そういった時はですね、すいません、ちょっと一人でやりたいんで大丈夫ですみたいな感じでもう、断るっていうのもね、大事かなと思います。なんかね、こうちょっと勘違いしたおじさんとかはやっぱりちゃんとはっきり断らないと、分かってくれないというのもありますし、はっきりとですね、そういう態度を見せるとですね、ああみたいな感じでこう引き下がったりとかすると思いますので、まあ、その辺もね、大事かなと思います。で6番目、最後になんですが、ソロで行かない。これを言うとね、身も蓋もないかもしれないんですが、まあ、安全面を考えて一人で行かないというのも取れる手段だと思います。
今回のニュースもですね、人気の少ないキャンプ場に行って管理人さんもいない中で一人でソロキャンプをして被害に遭いそうになったという感じだと思うので、なんかやっぱりですね、こう被害者側の方がなんでこう気を使わないといけないんだとかっていう意見もあるかもしれないんですが、やっぱり自衛だと思います、その辺も。で、ツイッターとかですね、インスタグラム、あと YouTube とか、見てるとですね、誰もいないようなところでこう悠々とキャンプをしてる絵みたいなのもね、あったりとかすると思うんですよね。まあ、そういうの見てるとですね、自分もやりたくなる気持ちっていうのもすごくわかるんですよね。わかるんだけど、やっぱりね、安全にやるのが一番なので、とにかくですね、極端に人が少ないところには行かないというのもやっぱりね、一つの手だと思います。ちなみに僕はですね、いつも行くキャンプ場とかであればまあ別なんですけども、初めて行くキャンプ場とかね、山奥のキャンプ場とかで乾燥とかをねする時もあったりするんですが、やっぱり怖いですよ。まあ、それはですね、人が怖いっていうよりかは動物が怖いとか幽霊が怖いとか、まあそういった話になっちゃうんですけども、やっぱりね、一人の怖さってあります。それはそれですごくいい空間ではあるんですが、どうしてもですね、こう危険度みたいなのは上がってくるので、例えば食べ残しとかはですね、必ず片付けて寝るとか、まあそういったことはね、必ずするようにしてます。で、今回のようなね、ニュース、今回のような事件、これはですね、まあ撲滅したいところではあるんですけども、まあみんな撲滅したいと思うんですけども、これはね、ちょっと無理だと思います。っていうのはやっぱり悪い人っていうのはいるし、常識が通じない人っていうのもやっぱり一定数いるので、もうキャンプをする人それぞれがですね、自衛の意識を持って、キャンプをするっていうのは、まあそういった被害をね、減らす一番の道なのかなと思います。まあ、こういった内容っていうのはですね、荒れやすかったりとか、あんまりですね、配信者にとって得になるようなもんでもないので、キャンプ系の方っていうのはね、配信するの避けてるのかなという感じはするんですけども、まあ、なるべくいろんな方がですね、安全に気をつけてやりましょうねとか、しっかり自衛しましょうね、自衛の意識を持ちましょうねっていうのをね、発信してもいいのかなと思います。というかそうしてほしい。まあ、このニュースを見てからもですね、こういったことに関してあんまり発信している人が少ないのかなということもありまして、今回はね、この動画を作らせていただきました。まあ、僕はどうしてもですね、男なので説得力がないというか、あんまりですね、性被害みたいなことに関しては、当事者意識っていうのをね、どうしても持てなかったりとかするので、できればね、女性 YouTuber とかが影響力のある方たくさんいると思いますので、そういった方にですね、声を上げていただければ嬉しいなと。ずっとですね、YouTube でキャンプ系の発信をしてきた人間からすると思ったりします。ということで今回はあまり明るい話ではなかったんですが、まあ、なるべく被害に遭わないようにするためのこう自衛についての意識、そういったことをお話しさせていただきました。皆さんですね、頭の片隅でもいいので、こういった認識を持ってですね、キャンプを楽しんでいただければなと思います。僕もですね、必ず頭の片隅にこういった意識を置いてですね、キャンプを楽しんでいきます。それでは。